蹴りで木刀を折ってみた。まあ、全国チャンピオンとして、それぐらい行かないとダメなんじゃないかという、久々に本気出します。めー、うわーちょっと怖いな。うわ久々だなこの感覚。この辺でしょ。よし行きます。しゃ、どうも、花子です。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで、今回の企画なんですけども、今回もほんとシンプルです。蹴りで、木刀を折ってみた！パワーワードすぎます。かつていたでしょうか？蹴りで木刀を折ろうとした人。空手系の企画あるたびに言ってるんですけど、僕は極真空手で全国5連覇の記録を一応僕持ってるんですけど、その僕なら木刀蹴りで折れるんじゃないかっていう。で、意外に DM とかでも空手系の動画やってくださいっていうの結構多くて、リクエストが。で、今回なんで木刀折ろうかと思ったかというと、やっぱりこういうのって大体バットだったり、瓦だったりっていうのが主流だと思うんですけど、一般的なね。やっぱりもうそれやっても、面白くないなと思って、もうみんなもやってるし、もう大物 YouTuber さんとか空手とか全然関係ない人たちでもみんなやってるじゃないですか、そういうのって。なんで今回ちょっとみんながやってない、木刀を折ろうかなと。まあ、全国チャンピオンとして、それぐらい行かないとダメなんじゃないかということで、過去にバットは折ってるんですよ。バット2本を同時に、こう折るっていうのは、めちゃめちゃ前なんですけど、それも2年か3年近く前だと思うんですけど、やったのが。一応その時のリンク下に貼っとくんで、ぜひご覧ください。で、今回は木刀ですよ。今回使う木刀がこちら。これ結構ガチモンの木刀で、見たらわかると思うんですけど、重いです。ちょっと久々の片広くん登場ということで、あ、片広くん髪伸びたな。見ない間に髪伸びたな、片広くん。あいやー、木刀ね、正直僕はわかんないんですよ。木刀、逆に言っても僕、もし蹴りで木刀折っちゃったら逆にやばくないですか？もし木刀持った人が、うわーって襲ってきても、俺が思いっきりこう蹴りをバコーンってその木刀に対して蹴ったら、俺が勝つってことでしょ？木刀の方が折れて。そう考えると、俺蹴りで折っちゃっていいのかなって。人類の人間の強さレベル超えちゃわないかなって。地球の人間の強さレベル超えちゃった人は、また違う星に送られるみたいなんで、ちょっとその辺怖いんですけど、やっていきますか。はやー！さあ、行くぞ！はい、ということでですね、ちょっと早速こっちの部屋に移動して、蹴れるスペースあるんで、こっち。やっていきたいと思います。道着着て、気合入れて。もうガチで気合入れて 100% でいかないと多分無理なんで、久々に本気出します。よいしょ！めー！ちょっと待ってくれよ！うわーちょっと怖いな。うわー久々だな、この感覚。マジか。いやーちょっと待って、これほんと一発勝負だな。一発無理だったらもうしばらく無理よ。こうね。この辺でしょ。よし、行きますか。ふぅ！よし、行きます。ここが僕のハザードスカイ。はい、ということでですね、見事木刀に勝つことができました。ありがとうございます。もうちょうどあー、ちょっと違うけど、じゃほとんど真ん中こんな感じで、結構ギザギザなんだけど、
これで僕の足はもう木刀より強いっていうことが証明されてしまいました。ありがとうございます。蹴った足もね、やっぱこっちが折れてくれたから、多分折れなかったらこっちは折れてたか、相当腫れたり痛かったと思うんだけど、こっちが折れたんで、そんな、あーでもここっすね、ここがここで蹴ってて、で多分これはギザギザのやつがシュッてなった後、全然腫れてもないし、はい、とまあそんな感じで、久々の空手企画だったんですけど、今回もご視聴ありがとうございました。結構もう短い動画になっちゃってると思うんですけど、こんな感じで今回終わろうと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあの